はい、どうも、水場鍛錬道ルール化です。パズドラ、ヤマトチャレンジ2超地獄級濃紺、大天狗公認バランス強化に挑みたいと思います。パーティーはね、前回も赤の契約竜で挑んだ、氷河パーティーですね。で、フレンドの、ネプドラは同じものを使ってます。これで封印耐性が6100%ですね。で、意外と毒耐性が 40% あったりとかしてね。はい。で、列強化、まあ、バインド対策はね、ティフォンでされてるんで、まあそこそこいけてるパーティーではないかと思います。今のところ継承ないんですけどね。ルキアとかを何か継承できればいいかなっていうふうに思ったりしてるんですけど、要はね、スキルが重いから継承はちょっと微妙かなと思ったんですけどね。ティフォンはサンセットゾーンでいいと思うし、それがダメだったら2色陣にしたいけどね。3色陣とか。白虎陣とかかなとは思うんですけどね。シロちゃんは絶対継承できないからね、これね。はい。じゃあ、早速、挑戦していきたいと思います。迷子になっちゃいましたね。水が来ない。死はしない。また水がない。いいところに落ちてきたね。抜けるかな。ここはなんか使うしかないな。
オッケー。これが一発打ったんじゃないか。はい、ごちそうさまでーす。よかったよかった。これバランスパー強化だから結構楽にクリアできたのかな。じゃあこのまま大泥棒参上いきます。まあ相手が火なんでね、多分いけると思うんだけどね。なんで入んなかった。やばい、これはもうルキア使うしかない。いい落とし入ったよ。しうないね。OK。 基本使って2ターンか。あんねえじゃん。これいいんじゃない？これ倒せるでしょ。で、ネプドラ溜まって、で、ネプドラ使ってシロちゃんが溜まる。OK。ありがとうございました。宝玉か。あと山積みと竹見和地と四天王寺。山積みはどうだったっけな。山積みは氷河で倒せたんだっけ。忘れちゃったな。なんか前やった気がするんだよな。イズイズかな、イズイズリューネでやったのかな。まあでも今回の評価パでね、次挑んでいきたいと思います。はい、今回はこれで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。